ゴルフ7チャンネルをご覧の皆さん、こんにちは。高澤奈々恵です。そしてゲストのチナッティです。南チナズです。お願いします。そしてゲストの高橋舞プロです。お願いします。はい、今日もこの3人でいきたいと思います。はい、さあ今日はパターを教えてもらおうかと思っています。はい、チナッティ、パターの悩みってある？パターは私結構右に開いちゃう癖があるみたいで、うんうん、それを意識すると左行っちゃうし、ま、うんうん、っすぐ打てないんですよ、うんうん、だから何か気をつけるポイントとかあれば教えてほしい、うんうん、のと、なんかちょっと変な癖とかがあったら見ていただきたいんです、うんうん、あ、わかりました、はい、はい、お願いします。ね、やっぱパターはね、ワンパットかせめて2パット以内に抑えたいよね。3パットしちゃうとやっぱりちょっとテンション下がっちゃう、うん、なので3パットをしない方法、はい、いろいろあると思うんですけど、それをまず教えてもらえたらと思っています。そうですね、はい、わかりました。はい、お願いします。はい、じゃあでは、今日まず3パットを、うん、まあ、できるだけしないようにするっていうことがテーマで、はい、多分3パットするメリット大きく分けると多分2つだと思うんですよね、うん、で1つはまず距離感が合わない、うん、なんかこうファーストパットが寄らないっていうのが1つと、あとはそこそこ寄せられるのに短いのをことごとく外しちゃう人、もう大体どっちかに分かれると思うので、一応両方の練習のパターンをご用意してレッスンを進めるだろうなというふうに思います。はい、はい、でまずそしたらショートパットの方から練習するんですけど、ショートパットって結構人によって距離感、なんか 1m がショートパットの人とか 2m とか、いやいやもっと短いと言っている人が結構いろんな、なんか定義結構するのが難しいので、一応おすすめなのは、私はだいたい80cm、 80cm、やってもらってます。80cm って多分これぐらい、50cm が多分これぐらいなんで、さらに寝かせたぐらい。そうですね、さらに寝かせたぐらい。まあまあ、ちょっとぐらいになるんですけど、まあこれぐらいかな。なんで 80cm かっていうと、うん、まあ外した時にちょっとダメージが大きい、確かに、なんかこれって入れたいよみたいなのが多いのと、あとは意外とちょっとこう OK とかも出づらくなる。 80cm だと、なんか 50cm ぐらいとかだと絶対 OK が出る、角度だと OK 出ると思うんですけど、 80cm って意外となんか OK も出づらいんで、なのでなんか入れときたいけど絶対入れる自信があるわけでもないぐらいの距離を先にちょっと練習しとくといいかなというふうに思います、はい、なので大体 80cm ぐらいのところでまずショートパッドを練習していきます。はい、できるだけその80センチなんですけど、平らなところを、はい、ゴルフ場でまず練習するときは探した方がいいと思います、はい、見てあげてると結構傾斜が強いところなので、ね、ここが一番平らかなっていうふうに思うの で、80センチ多分これぐらいだと思うので、うん、はい、この辺から練習をします。でショートパッドが苦手な人って結構なんか入れたい気持ちだけが、うん、とかどっちかというと入れたい気持ちがあるときはまだいいんですけど、外したらどうしようっていうのが前に過ぎちゃうと、うん、なんかこう手が思うように動かなかったらちょっと緊張しちゃったりしやすいので、うん、逆に入れることにちょっとこう集中できるように、どういう風に入れたらいいかっていうところにちょっと焦点を置くといいと思います。今、はい、ちょっと80センチのところにボールを置いたので、うん、あんまり多分傾斜がないと思いますから、ちょうど今ピンが刺さってます、うん、はい、でこれ手前から見た時にこの角をちょっと時計だと見立ててもらうといいかなっていうふうに思います、うん、で手前が刺したら6時で奥が12時、うん、でまあ3時と9時と考えてもらうと平らな状況なんで、今6時の方向が一番入る確率が高いと思うんですね。これちょっと抜いちゃっていい、うん、ここに置いてます。でってことは、まあ、最終的な入り口がここになるっていうイメージになると思います、うん、はい、でここが最終的に一番入ってほしい入り口になってきます、うんうん、でこの時に考え方としては、いきなりここにあるボールからここって考えるとちょっとハードルが高いんで、うんうんうん、もしラインってものを想像してかけた、まあ、想像してかけたとしたらこんな格好になると思うんですね、うん、でさっき出玉がまっすぐ
行かない、はい、右行っちゃうっていうふうにおっしゃってたと思うんですけど、はい、ここまでまっすぐって言われるとちょっと難しいと思うんですけど、うん、このボールになら多分当てるイメージって簡単だと思うんですよ、うんうんうんはい、なので朝80センチ練習するときにまずここまでまっすぐって考えるんじゃなくてすぐ20センチぐらい先のこのボールに当てるつもりで練習をしてもらうと、はい、ちょっと簡単になると思います、うん、一回じゃあちょっとこれに当てる練習を先にやっちゃいます、うん、ここで構えてあげて見えます大丈夫ですかごめんなさい見えます、うん、ここで構えて6時にのカップの6時の位置に入れるつもりでこのボールに当てる練習します、うん、もちろん入らなくて構わないので、うんうんうん、2、3回ショートパット苦手な方はこれに当てる練習をしてもらって多分これになら絶対当たると思うので、うんうんうん、2、3回やって自信がついたらここにあったボールの位置に、うん、そう、うん、めがけてポンと打ってあげると、うん、6時から入れることができますっていうドリルでちょっとやってみましょうか、はい、いいと思います。 OKうまい。入った。いい感じ、いい感じ。あ、でも、あの、真ん中にちゃんと当たるときっちり、そうです。前のボールが真ん中に転がるので、なんか得意な人は得意な人で、自信つけるためにこういう練習やってもいいと思います。そう。そうするとなんか、ルートが見えてくると思うので。OK です。そう。前のボールに当てるつもりです。前のボールを見て。はい。OK です、OK です、うんうん、ちゃんと当たってるんで、出ていく方向は悪くないと思います。そしたら、今の位置にまたボールを置いてあげて、手前にさっきのボールが、遠めのボールがあると思ってもらって、この辺りに向かって打ち出すつもりで打ってきてもらうと、6時の方向に来ます。OK。おー、素晴らしい。いい感じ、いい感じです。今のだと多分まっすぐ転がってると思うんで、ねうん、あんまりね今本当に、ね、ここに意識なくて、うんうんうん、この辺にまっすぐ出るようにって思って打った、うん、なるほど、うん、こっちから見てる時に結構パターンが真ん中にちゃんと当たってたんで今のだと芯外さずにちゃんと打ててると思います、うん、じゃあ千田さんもやってみましょうか、はいはい、よし初心者代表頑張りますこの辺もうちょっと、うん、どの辺でも大丈夫です、ね、ここ結構平らだったと思うんで、はいうんで一応そうここが一番最終的な入り口に行きたいんで、はい、そうこのボールに線が合うようにしてもらえてれば大丈夫だと思います。そう実際狙うそうです。本当はここに来たいんですけど、まずそこ通らないと絶対ここには来ないはずなので、そうですね、通過点。そうです。なのでまずそのボールに当てる練習から入ります。はいボールだけ意識する、うん、そうそのボールに当たれば OK と思って打ってあげる、うん、OKOK、うん、入ったバッチリなんかそれに当てるだけだったら結構気持ちのハードルが下がると思います。そう、だいたいまっすぐの位置にそうです、こんな感じかな、こんな感じですね、こういう感じで合うように、はい、置いてもらって、うん、置くのも前です、バッチリ、うん、ボールに当てる、うん、当たるようにオッケー、入った入ったいい感じでこれをさっきのボールがあると仮定してあげて、はい、そうあると想像してあげてここに透明のさっき置いてたボールがあると思ってそういうことです。急にボールがあるバッチリ。あーすごい。そうすると結構簡単ですね。あと力の入れ方も変にこう自分でこうこっちみたいなのやんなくて、ここだけにスムーズにいってくれる。すごい、うんうん、結構さっきいい振りをもらったんですけど、はい、パターの一番最初の一転がりって当たった瞬間のフェースの向きが8番に握ってます。なのでこっちに引いちゃったりあっちに引いちゃったりしてもとりあえず目的地にフェースを向けたもん勝ちみたいなところがあって、なので
今の練習ってそういう意味合いでも多分理にかなってると思うので、すぐそばのボールに当てれるイメージになってさえいれば、はい、目的地に出ていく可能性が非常に高いので、ショートパットはまずこういう練習から入ってもらえると、はい、なんかお先したりするのがちょっと怖くなくなったり、ちょっと微妙な距離であってもすぐそこに打ち出すっていう風に思ってやっていければ、自信持ってやれると思います。はい、ただ結構イメージが大事じゃないですか。そうなんですよね。そう、なんか湧かない、あ、イメージ湧かないなって思って打ってもやっぱ入れなくて、はいはいはい、なんとなくこうボールの軌道でイメージが湧いた時って入りやすいんですよね。そうですよね、そうですよね。でターゲットがやっぱカップだと遠いので、手前になんかこう目印を、ね、はい、つけることによって、はい、イメージも湧きやすいので、はいはい、これを、ね、マスターすれば、はい、ね、このくらいの距離はもう余裕にポンって出る、はいはい、で、お家とかでもね、これぐらいだったら多分できると思うので、でね、はい、できるですね。結構80センチぐらいを自信持てると多分1メーターも自信持てると思うので、はい、ぜひ試してもらえるといいかなと思うルールです。はい、はい、練習します。はい、頑張ってみてください。はい、ということでショートパットのコツを教えてもらいましたが、はい、ちなっていどうだった？なんかあの目標物をそこの辺の芝だよとかちょっと薄れてるとこだよって教えてもらうことはあったんですけど、確かにボールのこう何ですか、立体的に見た方が当てようっていう意識があるので、スムーズにクラブ何ですか、ここヘッドが言ってくれるので分かりやすかったです。はい、はい、なんかこの練習した方がボールの軌道、そうですね、真っ直ぐ転がった気がするんですよね。はいはい、安定すると思います、ね、当たった瞬間のフェースの向きがすごい大事なので、そこをコントロールするには、もう当てる感じで練習したいような気がします、はい、ちょっと頑張ってね、ショートパットを、ねえ、練習しなくてもね、すり合わせるように、はい、減らせるように、はい、頑張ります、はい、ありがとうございました。